サンキューチャンネルのしゃぶちゃんだよん。中村たけしのサンキューチャンネル。はい、今日のゲストは中日ドラゴンズ OB 彦野俊一さんに来てもらいました。中日ドラゴンズのレジェンドです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この企画絶対面白いよ。彦野さんも現役やめて何年だ。ですね、98年まで現役でしたから、彼も24年くらい経つのかな。つい驚いても俺も18年ぐらいですよね。現役長いでしょ。現役と一緒ぐらい。現役が僕はもっと長いか。21年。ああ、じゃあまだね。でも21年でも実質ね、ちゃんとやれたっていうのは。ちゃんとっていうのは2軍は入ってないとか。入ってないけど、まあまあ成績残せたっていうのは10年ある。10年ぐらいですかね。彦野さん何年。俺16年。16年、ね、ちゃんと仕事できた。ちゃんと仕事したら3年ぐらいじゃない。3年でも僕入団して彦野さんが行って、はい、その時は一軍行ったり来たりだったんですね。たけしが入ってきた年に初めて一軍行った。ちょっとだ。それまでなかったですね。一回もね。2年間全くお呼びかからず、はい、まあ、そこそこやってたんだよ、はい、レギュラー、2軍のレギュラーとしてね、はい、やれてたんだけど、よく知ってるとね、なかなか上げてくれないんだよ。当時結構熾烈ですもん、もちろん外野ですよね。外野で。センターですか。センターとかそういうポジションもなし。外野。外野の人。多分その中で一番1軍と2軍にあん行ったり来たりしてたのが川松さんだよ。あ、川松さんぐらい。いくつ違うんですか。4つ。あ、4つ。でもあの人はもう当然俺なんかよりこうね、成績残してる。でも川松さん守備できないじゃないですか。でもライトとかやってまあそれは川松さんからすいませんあ、そうです。でも当時は平野さんいましたよね。そう、レギュラーはライト、タオさん。あ、タオさん。平野さん。大島さん。もうこれまだバリバリですか。変えようがないですよ。バリバリです。バリバリ。ああ、ちょっと強烈ですね。ちょうど入る前の年が優勝した年なんですよ。ね、あの中日ドラゴンズ。はいはいはい。だからのぶし軍団とかなんとか言われてる頃で、一番まあ強かったというか、よくすごい有名になった。いや、もう名前聞いただけでもちょっとね、隙がないです、ね、でしょ。外野なんかもう全く入る隙間もないし。ないですよ。だから控えに豊田さんだとか、はいはい、石井さんとか、藤浪さんとか、なんかそういう人だったら逃げるよ、で、若いところで頑張ったんですよ。だからそこに入ってなきゃいけないから、まあ、お呼びかかるわけもない。で、僕が入った時に初めて一応は、そうそう、それも大島さん怪我したから入った。あ、そういうことですか。その時試合出たんですか。4打席スタメンじゃないですか。いや、大体サンキュー。前の年に一応試合には出せてもらえるようになったんだけど、はいはい、まだレギュラーなのかどうかっていうのが、じゃあ星野さん2年目からですか。そうだから、まあ、平野さんはその時に最後の方にっていうふうになった時に、はいはい、まあ、一応センター参ったっていう。そうだ、あの時は彦野さん、立浪、山本昌、4人ぐらいが同時進行、ね、そうだよね。その辺の年の近いところで、まあ、新村さんもそうなのかもしれないけど。ああ、そうですね。新村さんもピッチャーが転向して、まだ数年でしょ、ゴーストリーだからセンターラインがボコッと変わっちゃった。そう考えると結構な改革です。まあ、むちゃくちゃだよね今年以上でしょ結構ね、新聞とかも当時結構書かれてたじゃないですか、当時の新聞は書く ね、 はっきりとね、何段熱か、そうだね、数人出てたのね。なんとなく記憶が蘇りますけど、まあ、それで、まあ、現役を辞めて野球からまあ一旦離れるじゃないですか。困ったばっかりだけど。でももういきなり CB 解説ですよね。解説者ですよね。まあそれこそ、まあ、そのあたりはやっぱり星野さんと星野さんが、いろいろ根回ししてくれてたみたいで、まあ引退をするといった日にこう挨拶監督室行った時に、まあそういうね話を。ちょっと待ってください。引退っていうのは自分で、まあ厳密に言うと、まあ今でもクビなのかなと思ってるけど、まあ実質クビみたいなもんじゃん。だけど、辞める年の5月ぐらいから、あの2軍行ってたのね。98年の5月ぐらいから。まあ、当時あの2軍の監督さんが三村徹さんだったの、うん、そうですか。だったの。
だからまあまあよく知ってる人だし、はいはい、まあちょっとその辺いろいろ話しながら、はい、まあベテランの口だし、はい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 、だから、しばらくなんとかもう一回一軍にという気持ちもありながら調整というかこう試合出たり練習したりしてたんだけど、だんだんちょっとなんか雰囲気がちょっとこれ違うなっていうのが分かる、うんうん、分かります分かります。でこれは俺をこうどんどんこうどんどんこう引退の方向に持ってってるような空気感みたいなのが自分自身はどうだったんですか。で、まあ、たまに試合に出た時にそれこそなんだろうな、今まで普通に打ててたような球がファウルになったりとかなんかしだした時にあれあれってちょっとずつ思い出して、で一回切れるわけじゃないけどなんかそうなってくるとなかなか戻らないよね、うん、でお盆ぐらいに徹さんねとこに行って一応もう聞いてみたら、うん、来年俺コース入ってますかねっていう、今8月ぐらいですね、うん、そしたらちょっと言葉を濁したわけ、うん、パッと言わず、はいはい、入ってるよとかって言ってくれるのか、はいはいはい、うんみたいな、うん、あ分かりましたって言ってで家持って帰って、うん、もうやめるわっていう話に、自分の口からもでもう家でそういう会議というか、まあ、話をして多分こうだと思う、うん、だったら俺も自分がそうするわっていう話をつけて、うん、で徹さんに言ったら、うん、なんか安心したような顔になったねいつ行ってくれるんだっていうようなまあなんとなく僕はもう分かります、その野球界のその、うん、でしょ、うん、まあ言う方も言いづらいし、ね、まあ聞く方はねちょっと勇気のいるあれ、うん、だけどまあまあある程度聞きに行く時点でもうなんとなくもうなんとなくね雰囲気が、うん、出てるし、でところどころに二村監督の方から、うん、教えてやってくれみたいなことをちょいちょい言われるようになってきて、2軍にいるけどもう半分兼任ですね、うんうん、だからもうお前のバッティングその中からあれをちょっと若いやつにみたいなこととか守備もそうだとかって言われてたから、まあ何となくわかるじゃんこっちもね、うん、だからまあその流れで行って、ただ優勝争いしてたでしょ、うん、98年横浜と、うん、最後の最後、はいはい、だからなかなかその引退試合みたいなことがあそういうことですね、行えなくて、行えない、まあ、勝負ゲームがないってことですね、うん、なくて、10月の頭までかかっちゃった、うん、で、なんか前の日に負けたんだよね、横浜に、うん、そしたら急に夜電話かかってきて、明日なって言われて、明日って何ですかっていう話から、明日引退試合、あそんな、うん、急にっていうのはすごいですよね、じゃあどうしよう、もう10時とか過ぎてるから、どうしようかなって、まあ、とりあえず両親とか。ね、ゲームを回したりとかして、あとまあ一応応援してくれてる全然そういうのいたから連絡しまくって、明日新聞にしてちょっとちょっと急っていうよりすごいですね、うん、それはね。その時にちらっと思ったのがあと3試合か4試合か分かんないけどなんか残ってたの、うん、ゲームが、うん、で名古屋は最後だった、だからもうその日しかないんだけど名古屋の最後だからね、うん、だから遠征連れてってもらえるかなって最後のあれで、はいはいはい、ただいや1日だけって言われて、あの時は登録するんですか。するんでしょ、じゃなくて出れるでしょ。今はしなくていいですよね。ああそうなんだ。今は引退試合の選手は登録しなくても特別になんかその日だけだったらってことになったんですね。多分したんじゃないの。いや当時はしないと、うん、ダメだよね。そういう経緯があったんですよ。それはさすがに皆さんまだちゃんと練習してないで、僕らこっちで喋ってた話だからね。ここからも面白いよ。さっきの話だけど、監督にご挨拶行って、はい、あ今まで本当ありがとうございましたって、はい、でどうのこうのちょっと喋るじゃない、はい、で今日はどうしたいんだって聞かれた、はい、お前に今日は好きにさせてもらう、はい、最初から決めてたから1回だけ出席ください、はい、じゃあどういう出席がいい、だから今までずっと代打やったりしてたから代打なのかみたいな話、はい、いやもうできたら一番センターで、スタメンでね、うん、はい、お分かったって言って、もちろん星野さんですよね。そうそう、はいはい、でじゃあそうしようっていう話になったんだけど、よくよく考えたら本ゲームだから、うん、守んないといけない、うん、俺は真っさらのところに立ちたかったね。あの、はい、分かります分かる、人が立った後嫌なの、分かります一番バッター打席ね、うん、でよくよくその試合を見たら川上謙信先発の、うん、であいつ新人をかかってるで相手阪神戦ですごいって言ったでしょ、はいはいはい、彼となんか争ってたのね、はいはい、俺のところ飛んできたらなんかやらかしたらどうしようとか思うじゃん、ね、飛んでくるのさ
ただいきなり完全な人やったから別にいいんだけど、ギリギリとかじゃないからまあなんとか。そんなあんだけしやっぱり不安なもんなんですか。守ってないからね。ああ、そんなもんですか。まあ、自信はないことはないけれども、やっぱりドームだっていうのもあるし、ちょっとまあ考え方のレベルがね、バリバリの現役の時と、うん、まあそれはフライとかね落とすことはないですから。まあ、キングよりうまいかもしれないね、俺は。でもやっぱりそれだけ不安に、いろんな状況、変な緊張感があったの、ね、自分のね、せっかくもらった引退試合なのに、謙信のこと考えて、いろんなこと考えて、それも分かります、ね、ただこれ、変なことしちゃダメだろうなっていうのがあってね。で、結局その回はゼロで抑えたから飛んできたけど、まあその回は謙信ちゃんと抑えてくれて、はい、ああよかったで、で打席に行くっていう、ちょっと俺で打席に入ったのですしっかり鳴らしてね、おじやさんじゃないけど後ろからこうね、あの線が曲がってないで、ああいう時ってやっぱりできるだけ長く立ちたい派なんですか。もう決めてたんですか、何球目まで打たないとか。いや、それは決めてなかった、あの時は。結構ね、スタイル的には初球からガン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 いくスタイルだったんで、うん、で、代打になってから基本的に初球は絶対打たないって決めてたのね。打たない、打たない、あ、代打になって、代打になってから絶対に1球目は見送るっていう風な自分の、まあ、パターンみたいなのがあって、はいはい、それで見極めて攻め方をちょっとこう分析するじゃないけど、そういう風に決めてたんで、あえて見送ってたんだけど、さすがにその日はそういう気持ちじゃなくて、うん、その若い時にこの吉川さんに戻ってやろうと、うんうん、それこそ初球ど真ん中まっすぐ来たらスタンド放り込んでやるっていう。だって相手ピッチャーもやっぱり相手ね、クリークだわクラブだわストワークだわ、忘れてたけど左の変な外国人のピッチャーちょっと理解できてないですよね。でもテルだったの、キャッチャー矢野だったの、はいはい、だから彼はよく分かった、はいはい、ヒョンさんまっすぐしか行かないんです、はいはい、こっちが分かってないでしょ投げ手がで、カウントがね、スリーボールとかになったわけよ、スリーボールは、はい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 、でね、フォアボールが一番つまんないじゃん、まあまあね、はい、だからもう少々高かろうなんか打ってやろうみたいな、まあ、来ないんだよ、真ん中に、うん、で、ファールばっかで、うん、結局スリーツー、まあ今でスリーツーなんで、うん、で、多分、テイラーも必死に真ん中構えてこうやってくれてるんだけど、で、最後多分なんかちょっと刺したんでしょ、ピッチャーちょっと抜いたんだスーッと投げてやろうと思ったんだと思う、はいはい、それが今でいうチェンジアップだよな、あーはーはーはー、ど真ん中来たけど、はい、ちょっと抜かれて、うん、一番かっこ悪いショートゴロだよ泳いで、まあまあまあ、でも当たるだけいいじゃないですか、え当たるだけで、ね、抜いてくれたって抜くなっていう話ですね。でも抜かれてこうやって言ってショートゴロで、まあ、ただあの俺の尊敬していた野球始めた頃に長嶋茂雄さんに憧れていた、はいはい、あの人も最後ショートゴロだったから、あそうなんですか、やっぱりいい選手はショートゴロで終わるんだって無理やりですよ勝手に、あ俺も最後ショートゴロ、ショートゴロだった、ショートゴロかも、じゃあいい選手、いい選手僕はでも来年1年できるそうな雰囲気があったので、うん、まあ、急にクビになったような感じなんですけど、じゃあそれが最後の打席だと知らずに打った、そうそれが多分ショートゴロ今言われて、なんと引退していい選手っていうところで多分ショートゴロ多い、あそうなんですか、うん、本当ですかヒントなんだけど、あれは本当はエラーですよっていうことがなかなかうまく言えないじゃないですか、解説っていうのは。そうですね、あのそれこそチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターインスタもよろしくお願いします。